皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴです。本日もオクトパストラベラーやっていきたいと思います。前回この町セントブリッジに到着いたしまして、オフィリアさんの第2章を進めてまいりました。なんとね、ここで子供2人が喧嘩してて、片方がね、ブローチをなくしてしまった。で、お前見つけてこいみたいな感じで喧嘩してたけどね、その子供がなんと暗がりの森というところに向かってしまったと。なんとね、その暗がりの森は魔物が住み着く、大人もね行ったらダメだみたいなことを言ってる、ちょっと怖い場所みたいなね。その子を救いに行きたいなと思います。とりあえずこっちなんかな、地図のピコンピコンマークはねこっちなんで行きましょう。ここですね、暗がりの森への道。危険度20か。なんかここ来るまで23やったからね、そんなに難しくないかな。じゃあ行きましょう。はい、あ、なるほど、まだ暗がりの森にはついてへんのね。じゃあ暗がりの森まで行きましょう。橋が見えてきましたね。ここでしょうね、おそらく。お、真っ暗やね、しかも。暗がりの森、危険度23、行きましょう。ああ、出花くじくよね。はい、暗がりの森、左右に道が分かれてるけど、まあでもここもそんな入り組んではないんじゃないかな。まあちょっと道なりに進んでいきましょうか。お、早くもセーブポイント。やっぱりそんなに複雑化はしてへんのね。お、またセーブ。お、いますね。なんかと対峙してんのかな。でもそんな風には見えへんけどね。とりあえずこの見えてる宝箱取るわ。はい、じゃあボス戦かな、やっていきましょう。あの犬どこに行ったのかな。ずいぶん奥まで来ちゃったけど。ブローチ見つけなきゃ。エミール、ダリル。あ、ダリル、ごめん、すぐブローチ見つけるから。だから。おい、そんなこと言ってる場合じゃねえだろ、早くこっから出ないと。でも犬がこっちに。バカ、もういいんだよそのことは。え、どうして。出ましたね、犬の化け物かな。え、な、何今の声。ちょ、逃げろエミール。おーおー、でかい。こんな街中おったんかい。くそ、え、だ、ダリル、魔物させません。こっちです。あ、オフィリアお姉さん、よかった、間に合いました。さあ2人とも私の後ろに。お、あ、ああ安心して、もう大丈夫です。よく頑張りましたね2人とも。でも逃がしてはもらえなさそうですが。ということでボス戦やっていきましょう。でかいな。よし、あ、一応光属性は通るね。なんだ、フローズビニトス、そんな名前なの。どうしようか。でも一匹だけやから、まあまあ、とりあえずあれか、ちょっと調べる、やってみようか。これね、この間入手した技なのまだやったことなくてね。じゃあ調べる。さて、探らせて。あ、普通の剣ね。HP は 35,000 ぐらいだったね。一瞬しか出へんね。よし、じゃあとりあえずは槍は効くんかな。まあいいや、とりあえずシールド減らしていきましょう。普通の剣か。これ探検効いてくれへんかな。探検が効けばこっちのもんなんやけど、マジック来ません。
もうあれや、テリオンの出番終わり。で、新刊の技で聖なる光でシールドを1個削っておきましょう。じゃあテリオンの探検が効かへんってことは、これでじゃあパリーだけ取った。オッケーね。よし。なかなか考えない。じゃあ、もう一個調べて、属性攻撃がね、どれが通るかだけ。雷ね。オッケー。行きましょう。よし。じゃあこれは普通に聖なる炎を打っておきましょうか。よし。パリーもできてるしね。ここからが本番。で次は十文字切り。レベル3でやったら結構食らうんちゃうかな。お、2399、いいですね。で、他火属性ちょっと試してみようか。鬼火どうやろう。あ、効かへん。ってことはまあまあ属性は雷でいいかな。他ちょっと見てみようか。調べる。さて、氷、あ、氷と雷ね。行きましょう。オッケー。じゃあもういいや、普通に攻撃していきましょう。次のターン攻撃してくる。あ、2回攻撃する。怖っ。属性攻撃、属性防御アップ。あー、どうしよう。あ、これしかも単体か、これ。あー、そうですか。まあいいや、じゃあ攻撃しよう。ここからが。で、あと希望としてはこれ、槍が通ってくれたら、やったぜ。もうオルベリクさんの勝利。あ、なるほど、こいつもあれか、パリーしたら1個ずつ増えていくパターンね。だからテリオンはこれで手数を稼いでいきましょう。それでは、で、こいつも一緒やね。聖なる光で攻撃。光で、サイラスさんはどうしようかな。まあ大雷魔法で攻撃しといて、最後ね、オルベリクの千本槍でパリしときましょう。千本槍ね。 OK。 よう外すよね、この攻撃。ほんまに、なんか命中率とか技ごとにあんのかな。じゃあ聖なる炎で攻撃、1000ずつぐらい効いてくれるから、やっぱ早いかもね。レベル上げすぎたかな。はい、じゃあマジックスチールタワー、これね、一回やってみたいね。あの奥義っていうのを習得したいの。なんて思うのね、投降士エベルの鍵爪。30も使うけどね。まあでもテリオンほぼ SP 使う技ないからね。じゃあちょっと BP 貯めていこうか、そんな活躍する場はなさそうやね、これ。あ、しまった、 BP 使えばよかった。じゃあオルベリクさんも剣士の技で鉄壁。まあいいや、とりあえず十文字切りで2300。おお、やっぱ効くね。9か。なかなか考えない。じゃあこれで、あ、でもまだ使わん方がいい。いや、1個ぐらい使っとくか。いいですね。パリしてなくても800ぐらい食らうか。これ千本槍で一気にいってくれたらいいんやけどな。いくで、ほっ。千本槍。ああ、まあ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 、よしとしよう。よしとしよう。 でこれはずっと聖なる炎ね。炎ちゃう、毎回間違えるの。なんで聖火やから。でテリオンで最後パリね。はい、ありがとうございます。じゃあオヒーリアさんも普通に攻撃して、でサイラスね。サイラスはこれマックスいくよ。ほっ。おー、強っ。2800、3000弱ぐらいいきましたね。で、あとは回復しておきましょう。オルベリクもまあ十文字切りでいいでしょう。強いもんね。また上がる11。怒り狂った。シールドが2桁になったら初めて見たわ。どうで、一旦じゃ無理か。雷鳴よ、この日響け。9。 あれやな、オルベリクの千本槍がどう通るかだけ。
敵全体に光属性。これに2回攻撃じゃなかったもんね。普通にじゃあこれ打っとこうか。はい、じゃあオルベリックさんの千本矢いきますよ。8回全部いってくれる？そんな奇跡。2、3、4、5。あ、まあ5回当たってくれたら同じか。でもテリオンは2回攻撃がマックスやから、まあ次のターンに持ち越しよっか。あ、サイラスいけるやん。よっけ、じゃあこれでパリーしときましょう。いいですね。でテリオンはこれ決めたいからね。ちょっとじゃあ節約しよう BP を。ライフはまあまあ減ってね。じゃあライフスティールタガール攻撃。覚悟はいいか。でオルベリクさんはちょっとあれか、 BP が減ってきたね。まあまあいいや、普通に十文字切りを食らわしといて。頑張ります。まあこの辺はなんかまあテンプレやね。普通に攻撃していきましょう。ただ次もあれなんかな、また2増えんのかな。うわ、3回攻撃になってる敵キッズ。どういう攻撃してくんのかな。とりあえずマックス、サイラスさんはマックスで雷攻撃を入れておく。そろそろでもあれやな、回復しとかなんだよね。十文字切りね。オッケー。でテリオンはこれマックスいける？あ、いけた。じゃあちょっと一回やってみようか。奥義、敵全体に自分の、行動速度に応じた探検によるダメージを与える。いきますよ。スイッスイッ。投稿しエベルよ。おー、でもそんな強くないウィークじゃないからかな。なんか奥義っていう割にって感じだね。だから自分の速度、攻撃速度がそんなに速くなかったのかな。じゃあ今のうちに、SP を回復しておきましょう。これをオルベリックも回復してきたね。見てるんだ。もう一回来る？これは頑張ります。どうしよう。でもまだ焦る段階じゃないよね。アイテムで SP 台をオルベリックに。さて。で台、あそこないんか BP。じゃあ大雷魔法を2回当てといて。うん、そうか、この毒マークはあのブーストが使われへんのね。 OK。 あ、間違えた、間違えた。普通の剣で戦いたかった。じゃあ専門槍行こう。あ、ブースト使われへん。よし、行くで。ほっ。あ、5回ね。 OKOK。やっぱ千本槍はあれやな、この削るのに。ってかめっちゃ敵の攻撃ターン多ない？ちょっと待って待って、ちょっと一回落ち着こう。 HP がみんな減ってきてる。全体回復のブドウ。これでどうする？オッケーオッケー、セーフセーフ。結構強くね。あ、しかもこのドクロ状態ってあれなんか、たまりもせんのか。まあ、とりあえず1回削っといて。負けません。神官の技どうしようか。まあ普通の光明魔法、これ2回当たる？ 1 回だけ。輝きたまえ。で、千本槍、これでもうパリしてくれな、困る。 OK、 ナイスパリです。攻撃頻度が高いね、思ったより。なかなか回復せへんな、これ。どうしよう。とりあえず SP のやつにしよっか。ほっ。マジックスピード。あ、終わった。ありがとうございます。さあ、助かった。オフィリアお姉さん。オフィリアお姉さんが、魔物を倒しちゃった。もう大丈夫です。
怖い魔物はいなくなりました。うんうん、さあさあ帰るぞエミール。うん、あ待って、もう少しだけ。ちょは何言ってるんだ、他にも魔物がいたらどうするんだ。でもあ、ほらあったよブローチ。エミール、お前よかった。よかったですねエミール君。ありがとう。ありがとうオフィリアお姉さん。さあエミール君が頑張ったからですよ。さあ二人とも帰りましょう。ねえエミール君、ダリル君からお話があるそうですよ。え？ええ。さ、ダリル君。エミール。俺、お前にひどいことしてた。ごめん。ごめんな、エミール。俺、ひどいことしてた。母さんが死んじまって、なんで俺だけこんな目にって、それでついお前に辛く当たってた。ごめんよ。うん、いいんだよダリル、僕も悲しんでるダリルに何もしてあげられなかったから。お友達を傷つけたり傷つけられたり、それはとても悲しくて苦しいこと。でもお互いそれに気づいたのならもう大丈夫です。いいですか、これからは仲良くしてくださいね。ごめん、本当にごめんなエミール。ううん、僕の方こそ、それにダリルには助けてもらったし、魔物に襲われそうになった時ダリルがかばってくれた。エミール、お話は後にして町に戻りましょう。ただいま戻りましたバルトロ司教様。おお、戻られましたか。町の様子はいかがでしたか。この町の未来を担う子供たちは皆いい子ですね。子供たちですか。はい、どうやら良いことがあったご様子ですな。聖火の輝きのような笑顔をしておいでだ。天より炎をもたらしたエルフリック神は各地を巡り、その炎を分け与えた。このエルフリックの童貞をなぞるのが20年に一度行われる式年放火です。それゆえ運び手が携える種火はその運び手の心を映すと言われています。運び手の心ですか。20年前式年放火のためにこの町を訪れたヨーセフ大司教の種火は威厳に満ちた
力強い炎であったと記憶しています。一方、今回のオフィリア様の種火は優しく温かい炎、私にはそう見えます。きっとお会いになった子供たちもあなたの優しさに救われたはずです。ありがたいお言葉です。そうであったら私も嬉しいです。おい、アミール、ブローチは見つかったのか？うん、森の中で見つけたよ。え、あの森に入ったの？あそこって魔物がたくさん出るって。ああ、でも神官のお姉さんがコテンパにやっつけちまった。すごかったぜ、なあエミール。うん。コテンパって、あ、オフィリアお姉さん。だって本当のことじゃないか。いいな、俺も見たかったな。魔物のこと？うん、神官のお姉さんが戦うところ。そっちですか。そりゃすごかったんだぜ、なあエミール。うん、すごかった。ずるいぞ、二人とも。俺にも教えてくれよ。もう心配はいりませんね。さあ、私も旅を続けなければ。ゴールドショアに向かいましょう。かくしてオフィリアはセントブリッジを後にした。子供たちの幸せをこの地の聖火に祈りつつ、次の式年奉火の儀式の地へ向かうのであった。コーストランド地方ゴールドショアへ、オフィリアの旅は続く。はい、ということでね、本パートはこの辺で区切りたいと思います。次回どないしようかな。そろそろね、レベル、推奨レベル多分ね、ほぼほぼ超えてきてると思うよ。範囲と、まあ、27ちょっときついかもね。おー、ゴールドショア遠いな。第2章で残ってんのが、ハンイットさん、アーフェンさん、プリムロゼさん、で、オルベリックさん。結構残ってんな。で、サイラスか。サイラス行くのもありかもね。サイラスか、もしね、ちょっと収録外でここに行く道が発見できたら、こっちに行ってもいいのかなって感じだね。ここうまいこと隠れたりせへんかな。ちょっとこの辺うろついてね、行けそうならこっち行ってみようかなと思います。それでは皆さん、次のパートでお会いしましょう。バイバイ、まったねー。